儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと KK、 エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ、まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ、本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぜ相棒。うん。お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。こんなものかな。俺はタバコ吸ってた記憶しかねえな。子供の頃に？大人になってからだよ。何か来る。Thank you.
浄化するぞ。これで霧は晴れた。次に行こう。やば、水なら倒せばいい。様になってきたじゃねえか。あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。警護だな。まあね。よし、次だ。
少しずつだが近づいたぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。Thank you.
そこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。こんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何かわかるかもしれない。なんだ？
汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。凛子が使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないって、どうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に。って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。よし、また強くなったな。
おバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。カッパがいるかもしれねえな。カッパより天狗の方がいいよ。なんだお前、天狗派か。派っていうほどでもないけどね。足元に気をつけろよ。油断すると殺すぞ。敵の動きを見ろ。わかった。したぜ。もっと救えるはずだ。気をつけろ。
正気かよ。これって…いけそうだ。商店街か。俺はなんだかんだで利用するな。欲しいものはすぐに手に入るんですから。
ぞ。あたりを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉。お前、消費者金融になんか興味あるのか。あ、そういうところなんだ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。やばい、戻らなきゃ。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないものを使いやがって。ん？おい、あれ！いけ、足が！しまった！KK！ どこだ！KK！ こいつら。アキト、なんとかできるか！やってみる。全部片付け。
ける。矢が必要だ。大丈夫だ。まだ焦る必要はない。よし。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。腕だったぜ。やるじゃねえか。まあ、お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。やば。気にすんな。倒せばいい。タービンホイールが壊
れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。昔はこういうところでよく飲んだよ。捜査の一環？半分はな。当分では違う。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。KK が困ってるところ確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか？手際だ。KK なら分かるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあ、いつか聞かせてよ。僕も話す。まあ、いつかな。
頑張らないと全部救えない。あれは何か来るだけじゃなさそうだぞ。行けるぞ。湧いてくる。めちゃくちゃに打ちまくって。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。見えちゃいけねえものが見え、あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか？俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだ。父さんと母さんかな。なんだよお前、汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
こっち。頼むぜ、おい。待ちくたびれたぞ。そんなに待ってないだろ。手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても俺は渡してくれないみたいだぜ。とっとと帰るぜ。調子。これで敵の動きを止められるぞ。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。
アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか。リンコのやつ、好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値は。ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。